ばんは。こんばんは。なんか食べたよ、これのど飴。今日はコンビニに行った時にのど飴、なんかなんだっけ、はちみつゆず茶のど飴っていうのがあったので、ちょっとかあのそれを舐めました。今日はなんかね、やっぱさ、なんかさみたいなさ、咳してたらさ、めっちゃ具合悪いように見えちゃうよね。そんな、なんかほんと咳だけなんだけどさ、ピンク見たのあんま記憶ない。これシーンさんで購入したパーカーグミチョコ見つかりません。なんかね、あれね、こないだ私がリンゴのグミの中にショコラジュレが入ってるグミチョコみたいなの見つけたんだよって言ったんだけど、これね、なんかね、お住まいの地域によってね、味違うんだって。ぶどう味のところとりんご味のところがあるらしい。もしかしたらぶどう味かも。はちみつゆず茶、うん、そうだった。新潟はリンゴだよ、ちなみに。東北地方はリンゴかな。なんかそれがさ、東北地方がさ、ぶどうな気がするんだよ。なんて名前だっけ。なんか探せなかった。ボキは昨日、
うん、昨日かな、昨日ね、前髪セットしてたらあれ長いぞってなって、1センチぐらいバチーンってやったの。そう、まこのここら辺はね切ってないんだけど、ここの真ん中のところだけねバーンってやった。髪、こっちの髪の毛は切ってないんだけどね、早く切んなきゃだよね。いつもと違う。嘘、ちょうどよくない？だってさ、あのさ、めっちゃ前髪バチーンって切ってさ、触覚も自分で切って前髪増やしちゃったんだよ、今日前髪変じゃないとかさ、言ってた時以来初めて切ったんだけどさ、伸びんの早くない？海藻食べてる、アオサのお味噌汁飲んだ。そういえばなんかアオサのお味噌汁が急に飲みたくなって、インスタントのしじみのお味噌汁に乾燥のアオサをバーって入れて飲んだ。めっちゃ青さとしじみ最近は夜中になんかお腹空いちゃったかもって思ったら、スープとか味噌汁とかを胃の中を水分にして寝てる。それしたらしじみに青さ絡んで食べにくくなった。うん、食べにくくかった。うん、食べにくかっただ食べにくかった。間違えた。なんか私ってばあれなんだよね、お腹が空きすぎてる状態で寝るの無理だからさ、いいタップタップの状態で寝てんの。夜中に味噌汁塩分控えめに大丈夫大丈夫、ありえないぐらい低血圧だから。
寝てる時にお花摘みに行きたくはならない。起きない。わ、寝る前に飲んだあの味噌汁だって起きたことない。寝たらなかなか起きないタイプ。そう、そうです。おすすめしたいのはね、前さ、私起きる時この音使ってるよって、もうほんとやだ、このどうすんの。この音使ってるよって紹介したじゃん前に。たまたまね、おばあちゃん家でね、そのアラームを使う時があったので、おばあちゃんも寝てたので、ユウも寝てたの。ユウナの携帯で、そのあ、そうそう、水晶って音ね。でアラームが流れて、おばあちゃんビガーってなってたもん。びっくりしたーって。あのアラームめっちゃいいよ。びっくりして起きれる。ずっと起きない。めっちゃ怖い感じで起きちゃうから。何されたら起きるんだろう私。嬉しい、おはよう朝だよで起きてるだって。嬉しい、ありがとう。いまだに嬉しい、嬉しい。ゆすられればさすがに、うん、こうやってはっって起きても、そのゆすられがなくなったら寝る。また起きた、絶対起こしてた人がどっか行ったらって。ちゃんが夢に出たことはありません。この間のゾンビの格好してた時は結構夢に出てきそうだったけど。
ご飯の香りが漂ってきたら目が覚めそう。これがさ、なんでそこでさ、その食欲食欲が勝らないんだろうって思うんだけどさ、朝は食べれないんだよね私。でもさ、なんか自然とお腹がす、もうさ、これ寝る前にお味噌汁とかスープとか飲んでお腹いっぱいになってから寝るのがいけないと思うんだけどさ、朝まな板でさ、あのトントントンって音が聞こえてさ、あのいい匂いしてきて、うわお腹空いたな、朝ごはん食べたいなって起きるのって最高だよね。こんばんは。そんなこともあるよね。あるよね。23日のオフライン追加しました。ありがとうございます。嬉しい。そういえばそういえば、教師風も完売したとお聞きしたのですが、これとこれ。ありがとうございます。本当に今日主婦まで完売させていただいて、ありがとうございます。ありがとう。旅行行った時の朝ごはんも食べない、厳選して食べる。なんかビュッフェ形式だったら食べたいのだけ頑張って食べちゃう。嬉しい、ありがとう。ナス取っといてよかったなって思ってたら取れてなかった。え、あれどうして。そっか、そっかそっか。まあまあまあ、また次の機会にナスがあれば。なんかナスやりすぎてもうしばらくなさそうだよね。あとね、私服の部はどういまだ全然決まってないんだけど、どうしよっかな。11月だからニットみたいな感じになるのかな。少ないけど全部いく。嬉しい、ありがとう。待ってるね。カニカチューシャ封印したみたいに。そうだよ、本当にカニカチューシャが好きって言ってくれる人もいるけど、カニカチューシャ全然人気ないからね。この日は私服と浴衣と何々とカニカチューシャありますって言ったら、カニカチューシャ圧倒的に来てくれる人少ないんだから。
23日も4部全部行きます。ありがとうございます。待ってます。まだポキちゃんと話したことないよって方とか、ちょっとポキちゃんとおしゃべりしてみたいよっていう方はね、23日の2部でお待ちしてます。2部はまだ残ってる。嬉しいよ。なんかさ、これでさ、3、4、5は売り切れですって言えるのが、ありがとうございます。皆さん、カニ持ってない人が来づらく感じちゃう。そうだよね、やっぱりカニやってると、やっぱり皆さんもカニで揃えてきてくださるから、私が行っていいのかなっていう感じになっちゃうのかな。いいのにね、私がちょっとポキキになってるだけだから。2部の私服はまだチャンスある。そうなんです。お待ちしてます。今日のラーメンポキ出る。そうなんです。今日もリリノトレニアさんとのロケでした。12月2日のオンライン申し込んで、ありがとうございます。嬉しい。オンラインもね、どこでも、海外からでもどっからでも参加できちゃうから、いらっしゃるよ。でもたまにね、海外からね参加してくださる方、なんかもう時差とかがすごいから、こう狙い目を何部かに絞って、なんか私の配信、やってる時はまだこっち明るいけど、海外から参加してくださってる方は、なんか窓の外暗いんですけどとかある。他人に初めて伺います。もうね、これありがとうございます。こんなさ、もう全振り、誰も真似できないカニに全振りしてたらね、まだ来やすいのか、面白いキャラクターみたいな感じで、ありがとうございます。目の前の視界が真っ赤になるかと思います。びっくりしないでください。そう、時差でね。でも時差があっても2部にするとか逆に8部にするとかで全然おしゃべりできちゃうから、日本語で喋ってるけどね、全然。今2部を申し込んで当たりますように、ありがとうございます。まだ大丈夫だよ、きっと2部。レン
も後ろから見ててもパーテーションから赤いのはみ出てるからおもろい。そう、なんならさ、その喋ってる時はさ、めっちゃ赤とのさ距離が近いからさ、目の前めっちゃ真っ赤だと思うけどさ、外でさ待機してる時もさ赤いのチラチラ見えるんだからね。しばらく会いに行ったり話できない。あ、そうなの。まあまあ、あのね、都合のいい時に来てください。また、私もうすぐに辞めるってわけじゃないからまだまだおしゃべりする機会はあるよ。全然あるんだから。おやすみ、おやすみ、ありがとう。2030過ぎてる、もう24時前だ。ありがとうね、おやすみ。あと10年はチャンスあります。10年は言い過ぎかな、だって私今20歳だからね。10年はね、もしかしたらないかもね。最終枠後のお見送りも大変なんだよね、全身カニになるから。でもこれね、このカニになるはね、あの上半身だけなの。意外とね、下半身はね黒スキニーとかだからね、歩きやすいんで手はこうだけど。あれってさ、あの顔がね、ここら辺までしか出ないから、前髪を全部こうやってこうやってピンで留めて、それがね、あの次の部に響かないようにいつもカニになるは一番最後の部で設定してるんだけど、会いに行きたいんだけどね。いつでも待ってますから。大変だったのは力士。そうだね、力士は歩きにくかった。よく見たらパーカー。そうだよ、パーカーだよ。新潟に向かって出発するので、またね。ありがとう、気をつけてくるんだよ。今からってこと？ええ、大変、本当にありがとう。またね。ピンク似合う。嘘、ありがとう。このピンクはどうなんだろうって思いながらさ着てたんだけど。本当に
本当に私あのさパーソナルカラー診断に行きたいんだけど、パステル系似合うと思ってなかった今まで。今日バッチリメイク。そうです、お仕事をしてきました。結構朝早起きでお仕事でした。おしゃべり会いたしました。ありがとうございます。おかげさまでオフラインが3、4、5分売り切れです。ピンクのパーカーってさ、下何と合わせるのがいいんだろう。なんか短パンとか履くのが可愛いのかな。寒いじゃんせっかくさ裏起毛でさあったかさをさ取り入れてんのにさ、下短パン履いてさスニーカーとか寒いな。それはだからねジャージ履いてるんだけどね。そうパーソナルカラー診断でさ似合うリップの色とか服の色とか分かるからね、買いやすいん。ポキちゃんも早かった。なんででしょうね どうしてでしょうね。何してきたんでしょうねうん。下カーゴでも可愛い。まあ確かにグレーのカーゴとかでもよかった。ポキちゃんブルベだと思ってる。絶対絶対にないと思ってんだけど私ブルベ。本当に違うよ。でもさパステルイエベに見えるさブルベってあるよね、パステル系似合う人って。えもしやめっちゃ手黄色いけどさ、4日の公演東京から見に行きます。ありがとう、気をつけてきてね。パーティーだ。きっとねあのまあそんなわーって感じじゃないけど、なんならちょっと匂わせされてるしそうこんばんは。新潟の JK って真冬でも生足だよね。そうでも私ねずっとあのスカートの丈は膝下で生きてきたので、ちょっとなんかおしゃれな JK の気持ちはごめんだけど全然わからないの。57分ありがとうございます。そう真面目系だから本当。先生にあのその服装とか身だしなみで怒られたことなんてないんだぜ。それじゃ57分なので壇上読んでいきたいと思います。じゃあ行きます。
13位埼玉のりゅうちゃんありがとうございます。12位ビールバラさんありがとうございます。11位マサ佐藤さんありがとうございます。10位タカタンさんありがとうございます。9位トマオさんありがとうございます。8位トシさんありがとうございます。7位片山さんありがとうございます。6位まこいもさんありがとうございます。5位ゆうきさんありがとうございます。4位ひろいちさんありがとうございます。3位 DD ではないともじいしゃりぞうちゅんありがとうございます。2位きっともえらいんさ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 んありがとうございます。1位はやとさんありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。ありがとう。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。また明日。そろっとさ、ポッキー買わないと。だね。ごきげんよう。おやすみ。バイバイ。